台湾に着きました。もう日本時間で言うと朝の1時半で、台湾時間で言うと12時半です。ちょっとゲストハウスに行って寝たいです。 So I just landed in it's 1:30 AM in Japan and local time it's 12:30 or something like that, but I'm so tired. ということで今からバスに乗って、桃園空港にいるので今からバスに乗って、まだ深夜24時間バスあるみたいなので台北駅に行きたいと思います。ということで Let's go。今台北駅に着いて、今歩いてゲストハウスの方に向かってます。ここから歩いて15分ぐらい、本当はタクシーでも行けるんやけど、ちょっと何があるのかプラプラ見ながら歩いてゲストハウスまで行きたいと思います。もう今台湾で夜中朝の2時半、日本で3時半かな。でも最近私朝の5時まで課題で起きてたので全然眠くないです。ということで今からちょっとお散歩がてら歩いて泊まる予定のゲストハウスに今から向かいたいと思います。もうね、雨がすごくて街並みこんな感じですね。全然シティですね。暑いですね、やっぱ暑い。ここに泊まります。I only have a coffee. Thank you. Good morning, guys. And I'm with. はい、皆さんおはようございます。ということで今日はですね、昨日ですねそのまま疲れて、もう4時、朝の4時ぐらいに寝て、今日は12時ぐらいに起きて、私の部屋8人の部屋なんですけど、この同じ部屋に今一緒にいる。韓国人の女の子2人と仲良くなったので、今から一緒にお昼ご飯を食べに行って、今日は一日この2人と一緒に台湾を回りたいと思います。11 and 7! イエーイ。今はですね、台湾で一番人気の台湾料理屋さんに来ました。この2人がね、メニュー決めてくれてます。私は何でも食べれるので、全部これ韓国語なので全部任せてます。人台本の本店、ここの台湾、もう世界の本店に来ました。
ということで、今からですね、今さっきメッセージをいただいて、あの可愛い雑貨屋さんがあるので行ってみてくださいって言われたので、今本当にそこの雑貨屋さんが近くにあるので、可愛い雑貨屋さんに行きたいと思います。Thank you for your recommendation, Aoi. Your Instagram here. Thank you. I'm going there.ちょっとお土産に写真がついたカードを買いました。でこちらの手作りのちょっと台湾風のブレスレットを赤で買いました。てるゲストハウスで1時間ぐらい休憩してから、今から台北101に行って、みんなで今日は今から夜ご飯を食べて、あの夜台湾の景色がすごい綺麗なところがあるので、そこに今から行きたいと思います。 Let's go! Let's go! Let's go!タワーがあるんですけど、それとは別に山があって、そこのシャンシャンっていう山かな、シャンシャンっていう山があって、そこを登ると台北の景色が一望できるらしくて、今から3人でそこの山を登って台北の夜の綺麗な景色を見に行きたいと思います。ということで、レッツゴー。 Really long way to go. Come on! Come on! Oh my god. Wow. I'm so sweating. Oh my god.